皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2020年12月31日をもって、一旦、グループ活動休止を迎えた旧ジャニーズ事務所を誇る超国民的トップアイドル、嵐の二宮和也さん。バラエティ番組での芸人顔負けのツッコミやボケ、嵐の番組では MC を務めたり、過去に紅白歌合戦の司会を越したりする一方、俳優業でもハリウッド映画への出演や主演映画「母と暮らせば」では日本アカデミー賞最優秀主演男優賞まで受賞する実力の持ち主です。そんな二宮和也さんは約4年間の交際期間を経て2019年11月に元フリーアナウンサーの伊藤彩子さんと結婚されました。伊藤彩子さんは結婚前に芸能活動を引退し一般人に戻っていますが、そんなお二人の自宅は奥越えの高級マンションと噂されています。今回は二宮和也さんの性生活や人物像について迫ってみたいと思います。二宮和也さんと伊藤彩子さんは結婚発表する前の2019年3月にマンションを購入し同棲を始めたと報道されました。もちろん場所までは特定されていません。しかし記事になった際にはマンションの特徴が書かれるなど、知人の証言などから場所が白金で3億円の高級マンションではないかということが噂になりました。二宮和也さんは自他ともに認めるケチキャラで有名ですが、大好きな言葉は貯金、先輩と食事に行くときは財布を持っていかないなどのエピソードがあります。二宮和也さんは映画、ドラマ、CM、バラエティ番組に定期的に出ており、16歳でデビューして嵐として活動してきた約20年間の貯金があればきっと3億なんて余裕なのでしょう。白金付近にある3億超えのマンションで該当する場所は2カ所ありました。そのうち住んでいると噂されているマンションは2018年に建てられた高級分譲マンションで30階建て、価格は9290万円から5億円だと言われています。どうやら3億円台のお部屋は21階から25階のようで、この物件に二宮和也さんが住んでいるとしたら最上階ではないのかもしれません。マンションのエントランスはどこかの会社のビルではないかと思うくらい天井も高そうです。なぜ二宮和也さんと伊藤彩子さんの自宅が白金と言われているのでしょうか。物件を決める際に必ず訪れる不動産屋に行った際の様子などが知人の証言として記事に載ったり、二宮和也さんの目撃情報が SNS で話題になったり、伊藤彩子さんの行動が自宅特定につながったりしたようです。二宮和也さんの知人の証言によると、内見の際は2人で不動産屋に来店し終始ラブラブだったそうです。前に住んでいたタワーマンションと違って新居には大きな庭があり、大のゲーム好きで引きこもりがちな二宮和也さんを伊藤彩子さんが庭に連れ出し2人で日光浴をすることもあるそうです。この新居には大きな庭の情報がマンション特定のヒントになったようです。伊藤彩子さんが人気台湾スイーツ店ミンミンハオハオに買いに行く姿が女性自身にパパラッチされたことがあります。雑誌には白い高級車を運転して自宅マンションから出てきた伊藤さん、15分ほど車を走らせパーキングに車を止めると、オープンしたばかりのエステに行った後、その近くにある台湾スイーツの店に向かったと書かれていました。この記事から自宅は台湾スイーツ店まで車で15分の場所とファンが特定を始めたこともありました。ところで、かつて二宮和也さんが事故を起こしたとして話題になったことがあります。2010年6月のことでした。警視庁目黒署は2日までに東京都目黒区の路上で自転車と衝突し女性に怪我をさせたとして自動車運転過失傷害の疑いで人気アイドルグループ嵐の二宮和也さん当時27歳を書類送検したとあります。送検容疑は6月4日午後0時半ごろ、目黒区上目黒1丁目の交差点で乗用車を運転中自転車と出会い頭に衝突し30代の女性の足に軽傷を負わせた疑いとのことです。現場は信号のない交差点、目黒署は二宮和也さんが前をよく見ていなかったと見ているとしていました。すぐに対応したことで事なきを得たところだったようですが、芸能人だからこそ一層車の運転などには気をつけてほしいものです。
さて、2024年4月18日、二宮和也さんらによる YouTube チャンネル、ヨニのチャンネルが動画を更新しました。5月に CD デビューする A グループがゲスト出演したのですが、二宮和也さんのある一言が波紋を呼んでいるといいます。詳しく見ていきましょう。この時の動画では、グループ結成からデビューに至るまでの経歴を語る年表企画が行われました。年表は世にのの恒例企画だそうです。後輩グループなどが世にのとコラボした際に、メンバーやグループの経歴をホワイトボードに時系列に書き、年表を作成するというものです。年表企画では A グループと同じ関西ジュニアだったなにわ男子の話題が飛び出しました。グループの結成はなにわ男子の方が A グループより半年ほど先ですが、A グループの年長メンバー末澤誠也さんや草間リチャード啓太さんにとってはなにわ男子のほとんどのメンバーが後輩だと話していました。ただなにわ男子の最年長藤原丈一郎さんだけは末澤さん草間さんよりも歴が長い先輩だと明かし、入り組んだ先輩後輩関係を語りました。ファンが注目したのはこの時の二宮和也さんの発言でした。そうだよね、あいつ無駄に長いんだよねと藤原さんについて指摘したのです。なにわ男子はデビューが2021年だったのでフレッシュなイメージが強いですが、藤原さんは2004年に8歳でジュニアの一員になりました。ジュニア歴が非常に長く、デビューまで17年もの時間がかかったことから、藤原さんはファンの間では苦労人として知られています。一方二宮さんは1996年に入所し、1999年に嵐としてデビューしました。ジュニア歴は3年です。二宮さんと藤原さんとでは時代が違うので一概に比較することは難しいのですが、藤原さんのジュニア歴を無駄に長いと言い切ってしまうのはいかがなものかということで、ちょっとしたプチ騒ぎとなりました。おそらく二宮さんは笑いのつもりで放った一言だったのかもしれませんが、 SNS 上では藤原さんのファンを中心に厳しい声が上がっているといいます。ヨニノのやつ今見た、タケ君の歴史は勲章だよ、誰より長い間努力した人、無駄なわけあるかよ、ヨニノ見たけどジョー君のこと無駄にジュニア歴長いんだよって先輩として最低な言葉だな。ヨニノデビュー後はそれぞれ苦労したことはあるだろうけど、割とどの人でもそりゃデビュー後はいろいろあるし苦労するとは思うけど、デビューするまでが早かった人がほとんどなのは事実なんだから、ジュニア歴長い人の気持ちなんてわからないだろうね、わからないだろうけど言葉には気をつけないと。ジョー君のこと無駄に長いってな、二のやっぱ嫌いだわ、冗談とか関係性あるからとかじゃなくて、とっさにそういう言葉出てきちゃうとこが無理。このようにその人個人の紆余曲折を知っているファンからすれば、発言の端々に不満があったようです。その個人を応援しているからこその見え方でしょうが、公の番組での発言はその人のキャラだとしても気をつけるべきことなのかもしれません。2023年8月7日放送の日本テレビ系ニノさんと遊ぼ2時間スペシャルにゲスト出演した元キング&プリンスの岸優太さんにも同情的な声が上がっていました。ことの発端は9月末にジャニーズ事務所の退所が決まっている岸優太さんに対し、番組 MC を務める嵐二宮和也さんが芸能界辞めるっていうことと質問しました。それに岸優太さんが、正直やりたいことめちゃくちゃあるんですけど今まだ決めきれていない状態ですねと答えたことでした。すると二宮和也さんは、次やりたいことが見つかった、今のところにいると難しいから辞めますが普通じゃん、何も決まってないのに辞めるきっかけがどこに存在するの、鋭く切り込みました。それに対して岸優太さんが、やりたいことはもちろんあるんですけど看板立てては正直言いたくないこともあったりしてと返すと、二宮和也さんは、あるのね、じゃあいいよと納得した様子でした。これに対してもネット上では様々な意見が寄せられていたようです。あれは先輩のいじりといじめの番組で不愉快でしたね、今までで一番嫌な感情が湧きました、岸くんも笑っていませんでしたよね。
岸くんが一番大人の対応。番組を盛り上げるためファンが気になっているだろうと思って聞いてくれたとしても、テレビで言えない内容で困らせて、その困った様子を見て先輩たちが笑う、そんな姿本当のファンが見て喜ぶと思ったのかな、などと批判的な声が上がりました。番組レギュラーメンバーであるセクシーゾーン菊池風磨さんも岸優太さんの受け答えに、お前さと若干イライラするような態度を見せたり、陣内智則さんも決まっているけど言えないのか、ほんまに決まってないのかと鋭い質問を重ねていたりしただけに、ハラハラした視聴者も多かったようです。中居正広さんがキスマイフット2の北山博光さんが退所と脱退を発表した際、面白くしながらも北山さんに余計なことを言わせないいじり方をしていました。しかし二宮さんのいじり方はまるで公開圧迫面接のようでした。公の場でなければ問題ない質問ですが、逃げ場のないテレビで3対1の構図を作って質問する場面は視聴者的にストレスだったのでしょう。二宮さんは番組 MC として求められた仕事をしただけに過ぎないのかもしれませんが、岸優太さん本人が答えにくそうにしていることに、事務所の先輩がさらに踏み込んでいるように映ってしまったのでしょう。いかがだったでしょうか。今回は二宮和也さんの私生活と人物像について見ていきました。二宮さんといえば、後輩ジャニーズたちと立ち上げた YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル改め、ヨニのチャンネルの登録者数が402万人に到達し、以前放送された TBS 日曜劇場、VIVANT でのシークレット出演も話題となるなど、嵐メンバーで唯一順調そのものといえる仕事ぶりです。岸優太さんに切り込んだ時は、飲み会という体の企画でしたし、気が緩んだのかもしれません。もともと後輩が答えにくい質問をあえてする傾向もあるので、今回はテレビとの相性が悪かったのかもしれません。二宮さんは、ヨニのチャンネルのメンバーから、負けた人が年収を発表するという罰ゲームを提案し、終盤になると自らの年収を言いたいがためにわざと負けてマウントを取るという、面倒くさい上司のような遊びをしていたことも暴露されたことがあります。後輩いじりもほどほどにした方が良さそうではあります。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。